いでな。この舞台でな。次回、射精千の利休。ところでなぜ湧いた湯に水を一尺刺されたのか。この時期沸き立った湯を入れたら空気がぶっ飛んじまう。そんな茶はうまくないだろう。旦那のアホ、相手に茶の公爵なんぞ垂れて。茶道というよりあれは戦人じゃ。破風船に行け。